高専中学校、高等学校、高専中学校及び高専高等学校は、滋賀県草津市に位置する、私立カトリック系の中高一貫教育の中学校、及び高等学校。守護聖人は、聖パウロ、創始者は、カトリック、京都市教区市サペトロ、山田右、1933年2月20日から2017年4月17日である。 創立は1988年、昭和63年だが、由来は古く、学校の創設は1935年、昭和10年に来日し、1937年から、初代京都教区司教を務めた、メリノール宣教会のパトリック・バーン司教の、シゲル県内に、カトリックの学校を作りたいという計画の一部であった。この希望は、歴代カトリック大津教会主任司祭及び新徒に、 引き継がれ、1985年、昭和60年に、学園設立準備室が開設れた。高校の進学実績は、着実に推移している。部活動も盛んで全国レベルの運動部もある。高等学校は、愛類分離、進学、通類分離、特進、スリー類理数、スリー類人文を設置している。第2位以外の土曜日は、午前中授業を実施している。 一方、中学は、高専高校への内部進学が、前提の位置づけにあるものの、近年は、県立上位校や京都府の有名私立校への、進学者も出ている。2019年度募集から、英語の受験だけで、入学可能な英語特別枠設置。また、高校修学旅行目的地が、グアム、2013年からであること、開校5年目にスタートした。 ニュージーランド海外研修に加え、アメリカ姉妹校、訪問、2010年から、イギリス海外研修、2013年から、も実施していることから、近年は、国際人育成のプログラムが、多様化している。2017年度、3類の中に、グローバル人材育成を目的とし、海外大学への直進学を目指す教育プログラム、ワールドレベルを設置した。 2019年度には、高校卒業後、地域に根ざす、公務員を目指す、新プログラム、キャリアパスをエルリに設置する。姉妹校は、ニュージーランドに2校、アメリカ、オーストラリアに、各1校で、語学研修、または、相互訪問を行っている。2018年4月から、校長は、吉田正人。なお運営する、学校法人名が東京にある、 セパウロ学園高等学校と同じだが両者に関係はない。2019年に設置法人である学校法人セパウロ学園が隣接地に高専カトリック小学校を、歌唱を2021年春に設置予定であること、瀬田高専幼稚園を高専カトリック幼稚園と解消し同じく隣接に移転すること公表した。公明は光の泉の井 光は周囲を照らし、灯台のように道しるべとなって進むべき道を照らす。光線という光明は、キリストの言葉のように、世の光になる、人々を育て生み出す、泉になる、という願いを込めて付けられている。交渉は、光明の、光線を表している。各部分の意味は、以下の通り。生徒の様々な進路希望を実現するため、特別講習、勉強合宿、 夏季進学講習、冬季進学講習、年末年始特別補習、センター対策、国公立二次対策、私立大学入試対策、高三進路宿泊研修などを行っている。公式野球、陸上競技、男子バレーボール、男子バスケットボール、男子テニス、ラグビー、アイスホッケー、吹奏楽、サッカー、剣道、バドミントン、卓球、女子テニス、 女子バスケットボール、英会話、文芸漫画、理科、将棋、放送、稼働、コーラス、聖火隊、コンピュータ、書道、数学、ボランティア、作道、吹奏楽部がなかなか共に活発な活動を行っているほか、近年は放送部が全国大会などに出場している。また、ボランティア同好会も、地域のロータリークラブのインターアクトクラブとて、 様々な活動を行っている。一方、運動部では、男子バスケットボール部、男子テニス部、ラグビー部、アイスホッケー部は、全国レベル。ラグビー部は、東大阪市花園ラグビー場で開催される、全国高校選手権に200年、2009年及び2011年から2016年まで、毎年出場している。野球部は、2002年夏に、甲子園出場。 陸上競技部に在籍したアビコ智美、み2005年卒は2012年ロンドンオリンピック女子棒高飛びに日本代表として出場した予選19位台記録4平方メートル5と軟式野球、サッカー、テニス、バドミントン、アイスホッケー、男子バスケットボール、女子バスケットボール、剣道、卓球、陸上競技、ラグビー、吹奏楽、理科、将棋、英会話、 文芸漫画、コンピュータ、数学、放送、書道、ボランティア、稼働、コーラス、聖火隊、作動、スペースロボットプロジェクト、プログラミング。将棋部は、文科大臣敗将中学校将棋団体戦で2016年優勝、2017年準優勝。創造性豊かな国際人の育成という教育目標のもとに、国際教育に力を入れている。 参考、高校修学旅行グアム等2013年度から、2017年は東京。全教室に、冷暖房、反射式、または、プラズマ式電子黒板、校内 LAN 設備、校内テレビ放送設備がある。各階トイレ横に、自動うがい機を設置している。記念行動、370名収容の、階段型教室、正動。 360名収容の行動。内装に十字架の道行きなどのステンドグラスを設置。食堂、300名収容。テイクアウト及び焼きたてパン工房併設。中学武道場。正門横の別棟などがある。2017年夏に新グラウンドが完成予定。授業、体育大会、部活用。人工芝、LED 照明設置。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。